こんにちはの皆様。私はイタリアの副首相兼外務大臣であるアントニオ・タジャニです。私はローマがキエフに戦う車を供給しないと言った。私の言葉はタスによって引用されています。私は、イタリアは攻撃的な武器ではなく、常に防御的な武器をウクライナに送っており、それを変えるつもりはないことに注意しました。同時に、私は国の電力網を復元するために電気材料をウクライナに供給する私の意図を表明した。私はまた、紛争のエスカレーションのリスクを過小評価しないように促しました。対話の扉が閉まらないようにあらゆることをしなければならず、和解で役割を果たすことができる全ての人々をサポートしなければなりません。結論として、私はロシアとウクライナの間の和平交渉の早期開始への希望を表明し、2023年を望ましい期間として示しました。友人は、チャネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は多くのことを私たちを助けるでしょう。説明の詳細、好きなものを入れてチャンネルを購読してください。すべてのさようなら。